こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つ、マンチェスターユナイテッドについてお話をしていきたいなと思います。今回お話ししていく内容ですけれども、直近の移籍市場の動きについて少し触れていきながら、センターフォワード問題、ラスムス・ホイルンドについてお話をするのではなく、彼の控えに甘んじることになるであろうマルシャルについてお話をしていきながら、控えのセンターフォワードについても考えていきたいなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。まずは直近の移籍市場の動きなんですけれども、先日ノッティンガムフォレストにエランガが移籍することが決定いたしました。本人もですね、SNS でマンチェスターユナイテッドに向けて、感謝を述べながらですね、お別れを告げておりました。彼に関しては、イメージとしてはやっぱりラングニック体制の頃にですね、右サイドで起用されることが多くて、鮮烈なデビューを飾ったことを皆さんも記憶として残ってるんじゃないかなと思います。私もですね、その頃からもラジオで活動はさせてもらってましたけれども、背後の動きの量とかね、質とかっていうところは、他の選手と比べると、量もすごく多かったので、この先、指導のされ方によっては大きく化ける可能性もあるのかなと思ってね、期待もしていたんですけれども、体制が変わって、監督も変わったり、する中で、戦い方がちょっと変わってきました。で、特にマンチェスターユナイテッドの両ワイドに求められていることっていうのは、もう単純な突破力っていうところが、基本的には大きく、求められるところになってきてますし、背後の動きっていうところでもですね、ラッシュフォードもそうだし、アントニーもそうですけれども、そこまでね、ダイアナゴルに、斜めにボックス内に侵入していくっていうことはそんなにたくさんするタイプではないので、エランガはね、そういったところできなくないわけではないんですけれども、単純に幅を取ったところからの仕掛けっていうところで、どうしてもやっぱりエランガはですね、突破力がないわけではないんですけれども、ラッシュフォードだったりアントニーだったり、彼らに比べると、突破力があるタイプではないので、ちょっと難しくなってきて、昨シーズンあまり出番を与えられることがなく、移籍していくだろうなと、誰もが思っていたタイミングで、ノッティンガムフォレストに移籍することが決定いたしました。はい。多くの方がね、私と同じように、感謝の気持ちを持たれている方も多いでしょうし、これから先ね、マンチェスターユナイテッドで、プレーしてくれることももしかしたら、望んでいた方もいらっしゃるのかもしれないですけれども、本当に次のステージで、ノッティンガムフォレストで、彼の輝きを、見せてほしいなというふうに思います。はい。では次、ここから、売却は確定してないんですけど、される可能性が高いということで、選手たち紹介していきます。まずはマクトミネですね。もともとニューカッスルとかにすごく興味を持たれていた選手だったんですけど、直近だとウェストハムユナイテッドが、相当興味を持っているというふうに、報道されておりました。ウェストハムに関しては皆さんもご存知の通り、デクラン・ライスが、190億近い金額で、アーセナルに移籍していくことが決定しております。ですので、その抜けたポジションのところに、人を加えたいっていうところで、マクトミネを狙っていると。正直狙ってるところは全然間違いではないと思うし、なんだったらフィジカル的な強度とか、ボックス内に入った時の点取る能力っていうのはマクトミネの方が高いんじゃないかと、言えるような、状況だと思うん で、なおかつウェストハムで、アンカーでバランサー的な役割を担ってるのは基本的にソーチェクなんで、ライスは上下でアップダウンするっていうことがメインになってるんで、降りたところの、チラシっていうところではどうしてもライスの方がね、一歩二歩、ボールを運ぶ能力も一歩二歩、上なのかなっていうところはあるんですけれども、とは言ってもね、マクトミネも別にすごく悪いというわけではないので、別の個性を持った、選手を獲得するっていう意味では、ウェストハムは、ピンポイントに選手を補強しようとしてるんじゃないかなと。ただ我々のクラブとしても、そう簡単に出すわけにはいかないし、もちろん売却候補の一人でしょうけれども、金額はある程度出してもらわないと、困るので、年齢も若いし、比較的若いですし、現金化もしやすいっていうところで、エリク・テンハグとしても、真ん中のポジションで、カゼミロだったりブルーノだったりマクトミネではなくてマウントかだったりとか、エリクセンがいて、でなおかつプレシーズンでマイヌーが、相当いいので、
まあ、彼らを使っていくっていうことになった時に、まあ、どうしても立場が危ういっていうところがあって、まあ、出番も相当限定的になるであろうというところで、まあ、売却を、まあ、エリクティフとしても考えている。で、そこにまた新たな一人をね、獲得しようとしているっていう状況ですから、マクトミネも、まあ、出番がないのであれば、移籍するっていうのは当然だと思うし、まあ、その移籍先としてウェストハムは、間違いではないのではないかなと。ただまあ、このチームに関しては、まあ、監督が問題なんで、まあ、監督を含めたフロント陣がね、まあ、うまく、チームを構築していければ、もっとね、素晴らしいチームが出来上がっていくんじゃないかなと、まあ、思うんですけれども、まあ、ちょっと時間はかかりそうですね。はい。そしてフレジですね。まあ、フレジも売却候補の一人と言われてます。まあ、過去にもね、お話はしてるんですけれども、まあ、ちょっと厳しいと思います。やっぱりインサイドで使うとしても、どうしてもやっぱりマウントだったり、ブルーノだったり、まあ彼らほどの、まあ強度と、まあ技術と、まあアグレッシブ性とか、まあもろもろ、まあ総合力っていうところで、まあ提供できるわけではないですし、まあアンカーっていうところになると、まあ動きの量はあって、まあ粘り強いものは提供できるんですけど、まあカゼミロほど、まあきっちりと強度高く奪い切るっていうことができなかったりとか、で、ボランチのポジションだと、まあエリクセンほど、どうしてもこう、センスよく、まあ、蹴り分けるっていうことができるわけではないので、まあ、フレジはフレジで、まあ、いろんな能力をこう、うまく詰め合わせたみたいな選手なんで、まあ、起用法によっては全然使えると思うし、僕もすごくね、いい選手だと思ってるんで、まあ、残留してもらっても全然いいと思うんですよ。僕個人の意見としてはね。ただやっぱり、現状の立場だと、間違いなく出番は相当限定的になるんで、まあ、本人が試合に出たい。まあ、当然選手だったら出たいと思うんですけど、もっともっと試合に絡みたい、出たいって思うんだったら、もう我々のクラブから離れていくことの方が多分彼のためにはなる。ただ、マンチェスターユナイテッドでプレーすることを希望してくれるのであれば、残留してくれるのは別に悪いわけではないのではないかなとは思います。はい。ただまあ、本人がね、フラムに行きたいとか、まあ、サウジアラビア方面に行きたいとかね、間違いなくオファーが来てると思うし、本人の気持ちが本当にどっちに傾いてるかによって、まあ彼のね、行き先っていうのは絶対変わってくるはずですから、まあある程度エリク・テンハグとしても、まあ彼の判断に任せているところはあるのかなと。ただ、エリク・テンハグとしてはやっぱりオファーが来てれば、まあ売却することに前向きでしょうし、まあ実際やっぱり人を使ってるしね、若い選手使ってるし、まあ犬使ってるし、なおかつ、後ほど話しますけれども、中盤の選手一人獲得しようとしてますから、まあちょっと、厳しくなってきてるのかなっていうのはどうしても、感じてしまいますよね。はい。そして、マグワイアですね。マグワイアに関してもね、ずっとこう、売却っていうところで話されてると思うんですけど、まあ、リサンドロとバランが軸になってて、で、リンデロフが、まあ、その控えとして、間違いなく来シーズン以降もっていうところだと思うんですけど、マンチェスターユナイテッド今、プレシーズンの間だけ、ジョニー・エヴァンスと、契約してるじゃないですか。で、エヴァンスに関しては、確かに年齢重ねて今35歳とかなんですけど、右足も左足も、しっかりボール蹴れますし、まあ、スピードとか、まあ、その辺はどうしても衰えは出てるんで難しさはあるんですけど、まあ、チームにとって必要なビルドアップっていうのは、まあ、そつなくこなしてくれるタイプなので、まあ、正直マグワイアに比べると、まあ、総合力では高いと思うんですよ。まあ、フィジカル的な能力とか、キックっていうところはもしかしたら特に右足のキックっていうところは、まあ、マグワイアの方がいいのかもしれないけれども、まあ、ボールを運ぶところだったりとか、味方につける判断とか、まあ、ボールを扱うときにちょっとこう、ドタバタしない能力とかは、多分エヴァンスの方が高いと思うんで、だからこそ、まあ、エリク・テンハグも半年間というか、まあ、プレシーズンの契約結んだし、まあ、今、この前試合にも出てましたけれども、まあ、相当パフォーマンスも良かったんで、もしかしたらエリク・テンハグが、もう1年間っていう、短期間契約を、まあ、申し込んで、まあ、エヴァンスだったら受け入れてくれるでしょうし、まあ、昔ね、我々のクラブを成功に導いてくれていた選手が、まあ、こういった形で復帰するっていうのも、何かこう、すごくエモいしね、いいんじゃないかなとも思うし、まあ戦力になる可能性は十分高いと思ってるし、まあローテーション組んでいく中では、十分使えると思うんで、まあ彼が来るっていうことになると、やっぱりマグワイアの、まあ、立場っていうところがどんどんなくなってくると思うんですよね。
なので、まあ、彼のことを思うと、まあ、移籍する方が、まあ、これから先の、まあ、イングランド代表に絡んでいくこともそうだし、出場機会っていうことを考えて話していくと、まあ、出ていく方が正直いいとは思うんです。ただ、やっぱりその、我々のクラブでプレーしてる選手だし、やっぱりその、来た当初っていうのは、彼がいなければ、相当しんどかったし、相当こう、稼働して、試合に絡んでいってくれていた選手だったので、まあ、彼が望むような形で、まあ、売却してあげなければならないし、まあ、非常に丁寧に、繊細に、まあ、彼の移籍先っていうのを一緒に考えてあげてね、やっていかなければならないと思うんで、まあ、ウェストハムとかね、まあ、そういったクラブからオファーが来てるんじゃないかとか、まあ、チェルシーとかスパーズとかね、なんかいろんな話出てきてますけれども、まあ、彼が望む場所へ移籍させてあげればいいと思うし、まあ、もちろんオファーが来てないと意味がないんですけど、まあ、その中から、移籍していくんであれば、ある程度金額がね、安くても、うなずいてあげてもいいのかなっていうところはあります。ただまあビジネス面も当然絡んでるんで、まあ契約解除で、まあ、違うクラブにフリーで行くっていうのはさすがにね、許容はできないんで、我々もやっぱり100億近いね、お金を使って取ってきた選手なんで、まあそれよりも半分ぐらいの金額はせめて残していってもらわないとっていうところもあるんで、まあその金額を出せるクラブってなると基本的にはプレミアリーグに、まあ、なってはくるんですけれども、まあイングランド代表でプレーしてる選手だし、まあホームグローンもあるんでね、まあ狙ってくるクラブは当然あるでしょうから、まあオファーが来れば、しっかりと聞き入れて、マグワイアの判断に委ねて、やっていければいいんじゃないかなというふうに思います。もちろん彼がね、残って、戦っていくことを望むんだったら、まあ選手層的にもね、熱くはなるんで、いいと思うんですけれども、ただやっぱり出場機会っていうのは間違いなく保証できないので、まあそこだけね、考えていってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。そして、マルシャルですね。マルシャルに関しては、現状プレシーズンもね、同行していて、まあ、来シーズン間違いなく控えの、まあ、センターフォワードとして、まあ、扱われていくっていうことになるんですけれども、一応、売却リストには載っていると。まあ、エリク・テンハグとしても、まあ、真ん中のポジションで、まあ、ある程度起用することは考えていると思うんですけれども、どうしてもやっぱり稼働率とか、やっぱり怪我をした後の復帰っていうのがどうしても時間がかかってしまったりとか、試合に絡んでる時もどうしてもオフザボールのところだったりとか、まあ、プレスのかけ方っていうところで、どうしてもやっぱり緩さだったりとか、物足りなさっていうのを感じてしまう選手であることは、まあ、エリク・テンハグも多分見抜いてると思うんですね。なので、現状、ラスムス・ホイルンドを狙ってるのはそういったところがあると思うし、マルシャルを真ん中で使うのはちょっと頼りないっていうところを、感じているからこそだと思うので、まあ、マルシャルは、まあ、近い将来間違いなく我々のクラブからいなくなることは間違いないんですけれども、それが今夏なのか、それとも来夏なのかによって、まあ、移籍のね、動きっていうのは当然変わってくるんですけれども、もし今夏、マルシャルに対して、まあ、適切なオファーが届いて、で、マルシャルを売却することを望んで、まあ、エリク・テンハグも頷いて、で、マルシャルも、じゃあそこに行くことを望んで行ったっていうことになった場合は、まあ、センターフォワード取らないとダメなんですよね。で、そうなった時に、じゃあ誰を取るんだっていうことをね、お話もしていきたいんですけど、まあ皆さんそれぞれ、まあマルシャルに対して当然ね、様々なイメージを持たれてると思うし、思いを持ってる方はいらっしゃると思います。特にこの選手に関しては、ファンハール時代かなに我々のクラブに来て、まあそこから長い間、我々のクラブでプレーはしてくれてるんで、彼に対しての思い出とかね、あったりすると思うんですけれども、まあ私と同じように、長くプレーしてくれてることに対してすごく感謝はあるし、我々のクラブに貢献してくれたことは間違いないんで、そこに対しての感謝はあるけれども、我々のクラブの成長、次のステージに行くにあたっては、どうしてもやっぱり物足りなさを感じていたっていう方は、多分僕と同じようにいると思うんですね。なので、まあ考え方は人それぞれ変わると思うんですけど、彼がいなくなった場合、じゃあどういったタイプのセンターフォワードを、まあ、控えとして、もしくは、ホイルンドを取れたとしても、ホイルンドとうまく併用していくことで考えていくべきなのか、どういったタイプが必要なのかっていうのを、まあ、皆さんもちょっと考えていってほしいんですけど、ホイルンドに関しては、まあ、ポストプレイもできますし、まあ、背後の動き出しっていうところも、まあ、できなくはないと。ただ、やっぱり味方をうまく使っていきながら、最後は自分の、まあ、得点力っていうのを発揮する、タイプだと思うので、まあ、そういったタイプとは違う、まあ、センターフォワードが必要かなと思うんですよ。そうなると、じゃあ限られたタイプしかいないなっていうことになるんですけど、まあ個人的にいいんじゃないかなと思ってるのは4名いるんですけれども、まず1人目が、まあ過去にもちょっとお話ししましたけれども、レスターのジェイミー・バーディ。
を、狙いたいなと僕は思ってます。契約が2024年の6月までで、まあ、来シーズンいっぱいまでレスターと契約結んでるんですけど、まあ、レスターはやっぱり降格してしまいましたので、バーディーがもしプレミアリーグでプレイしたいよっていう風に、まあ、思ってくれているんだったらオファーはかけやすいと思うし、まあ、降格したチームに対してのオファーなんで、金額的にもどうしても抑えることができるんで、控えとしては十分だと思うんですよね。で、長期的な目線であまり考えないっていう点でもすごくいいと思ってます。特にやっぱりホイルンドが我々のクラブに加入していきなりフィットするとも思えないので、まあ、プレミアリーグの経験値っていうのをうまく使っていきながら、チームに必要な動きっていうのを徹底的に行うことができる。まあ、年齢を重ねたとはいえど、まあ、背後の駆け引きとか、まあ、ボックス内の駆け引きっていうのはすごく巧みで上手い選手なので、最悪の場合っていうのを、まあ、想定した中でもいい補強になるんじゃないかなと。そしてあとこの選手に関してはやっぱりメンタル的にも相当強いし、チームに必要なこうエネルギー性というか、メンタル面でのこうサポートっていうのはすごくできるタイプの選手だし、特に今の我々のクラブにはそういった選手がすごく揃っている。なので彼らともうまく共有していけると思うんですよね。なので前線のところでチームを引っ張るっていうこともできる選手だと思うので、僕はすごくいいと思ってます。で、この先、まあ、バーディーがね、当然長いことプレーするのは難しいんで、まあ、変わっていくっていうことになった時に、また新たなセンターフォワードを連れてきて、まあ、ホイルンドとツートップ組んでいくのもいいと思うし、ホイルンドと併用していくのもいいと思うし、まあ、それまでにしっかりと他のポイントをしっかりと補強していって、センターフォワードを取るってなった時に、そこにピンポイントで予算をつぎ込んで、いい選手を取れるようにする。っていうことを考えても、バーディーはすごくいいんじゃないかなと思います。あとはイングランド人ですね。はい。そして次が、エバートンのカルバートルインなんですけれども、彼に関してはまあ故障があったりとか怪我があったりとかで、まあ、シーズンプレーできない時期とかはあったんですけど、まあ、ポストプレーは安定してますし、まあ、ボックス内の駆け引きもそうだし、打点っていうところも相当高く得点に絡んでいけるタイプの選手なので、まあ、シーズン通して、まあ、10点以上は基本的には計算できる選手だと思うんですよね。で、我々のクラブはやっぱり得点力っていうところがどうしてもまあ、欠如しているというか、どうしてもちょっとこう低いって言われてるチームなので、まあ、ホイルンドを取って、なおかつ、彼が使えないとか、怪我があってね、使えなかったりとか、コンディション不良だったりとか、ちょっとこう、プレミアリーグになれるのが時間かかってそうだなっていう風になるんだったら、まあ、カルバートルインを真ん中に使うことで、やっぱり幅を取ってる選手がやっぱ多くて、特に、両ワイドが斜めに入ってくるタイプではないので、まあ、そこにブルーノだったりとか、まあ、マウントだったりとかが中に絡んでくるんで、こう真ん中のポジションでしっかりと駆け引きしてくれるタイプはやっぱり必要になってくるんで、まあ、下手にこう動くよりもね、いいと思うんで、まあ、カルバートルインなんかもすごくいいのかなと。ただやっぱりエバートンがそう簡単に出すとは思えないし、まあ、イングランド人だし、まあ、彼の、価値っていうのは当然分かってるでしょうから、エバートンもある程度の金額は設定してくると思うんですけれども、すごく高い金額っていうことは多分ないと思うんで、まあ、30、40、50ぐらいの金額だったら、まあ、とってもいいんじゃないかなと思うし、それこそ、まあ、フレジだったり、マクトミネだったりとかを売却した後に、まあ、金額作りましたと。で、その金額を使って、まあ、そこ取りに行くっていうのも、面白いのかなっていうふうには、正直思います。そして次がですね、ウェストハムでプレイしております、ジャンルカ・スカマッカーですね。契約は2027年の6月まで契約を結んでいるイタリア代表の、まあ、選手なんですけれども、サッソーロから、ウェストハムに移籍して、まあ、サッソーロ時代はですね、まあ、打点の高さだったり、まあ、ポストプレーだったりとかフィニッシュの精度っていうところで勝負して、まあ、結果を出した選手だったんですけど、まあ、ウェストハムに、移籍しまして、まあ、プレミアリーグに挑戦したんですけれども、ウェストハムの真ん中にはアントニオという選手がね、まあ、います。で、特に現指揮官のデビッド・モイズが、まあ、フィジカル的な強度とかスピードとか、こう単純に見える、能力値っていうのをすごく見るタイプの監督なので、スカマッカと、まあ、アントニオ、まあ、スカマッカもすごく高くて強いっていう選手なんですけど、どうしてもそのフィジカル性とか、まあ、個人解決力っていうのはどうしてもやっぱりアントニオの方がね、高く見えるというか、まあ、よく見えるっていうところもあって、まあ、アントニオがすごく使われてると思うんですけれども、まあ正直すごくもったいない才能なんですよね。やっぱり殺走路時代の彼の輝きっていうのを見てた、人物からすると、試合に出れていないっていうのがちょっと信じられない。もっともっと試合に絡んで、どん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 自分の能力を伸ばしていって、いずれは大きなクラブでセンターフォワードの真ん中のポジションで、まあ、プレーする、
選手になると間違いなく、まあ、考えていた、まあ、思っていた選手だと思うんですよね。特にセリアの、チームを応援されているサポーターの方々で普段彼を見ていた方は。なので現状控えに甘んじている彼の状況っていうのは多分ね考えられないと思ってるんで、僕もやっぱりそれを見ていた人なので、我々のクラブに来てもらって、もちろん最初は、控えっていうことになるかもしれないけれども、彼の能力がすごく高いですから、しっかりと活かしてあげれば、十分、活躍できる選手だと僕は思ってるんで、まあ、スカマッカと、まあ、ホイルンドっていうのをうまく併用していきながら、まあ、起用していく。真ん中にやっぱりラッシュフォードだったり、マルシャルとかを持ってくるよりも、まあ、チームに必要な動きっていうのは行ってくれるタイプだと思うんで、すごくいいんじゃないかなと思ってます。ただ契約が2027年の6月まで結んでるんで、金額がかかっちゃうと、そこがすごくネックなので、そこをどう抑えていくかっていうところが、まあ、勝負どころにはなってくるんですけど、まあ、もしそこである程度金額を抑えて獲得することができるんだったら、まあ、取りに行くのは全然悪い考えではないんじゃないかなとは思いますけどね。はい。そして最後ですね、フェイエノールトでプレーしておりますサンティアゴ・ヒメネスです。契約は2026年の6月まで結んでいるメキシコ代表のセンターフォワードなんですけれども、まあ、持ち味はね、フィジカル的な強度と、まあ、ポストプレー、安定したポストプレーと、あとは味方を生かすプレー、あとはフィニッシュの質っていうところ、あとはもうハードワークもできますよっていうタイプの選手なんですけど、やっぱり我々のクラブには、やっぱりチチャがいたじゃないですか、チャチャリーとね。まあ、彼がいて、まあ、彼が控えで途中から出てきて駆け引きのところで勝負して得点取って、チームに貢献してくれていたみたいな選手がいたじゃないですか。まあ、彼とは全然違うタイプの選手にはなるんだけれども、やっぱりそういう、こうメキシコ人の系譜っていうのもちょっとこううまく引き継いでいきたいなっていうのもあるし、あとはなんといっても比較的安い。ここがすごくいいところかなと思ってます。まあ、現状アトレティコマドリードも狙ってるんじゃないかとか言われている選手なんですけど、まあ狙いに行くだったら今だと思うんですよね。やっぱり他があまりこう今のところ触手伸ばしてないし、具体的なオファーを出していないので、まあ手を出すなら今のタイミングだと思うし、多分来シーズンになるともっと勝ち上がってると思うんですよ。なので、まあちょっとリスキーになるかもしれないですよ。もしかしたらプレミアリーグに来て全然フィットできないっていう可能性もあるんで、その金額使うのはちょっと難しいなっていうことになるのかもしれないので、優先順位は正直そんなに高いわけではないですよ。他のポジションに取らなければならないところがあったりするんで、そこが優先順位高いのはわかるんですけれども、もしうまく売却が進んでマクトミネ、フレジー、マグワイア、マルシャル、まあ、この辺がうまくこうね、売却していけて、で予算も作れて、で中盤のポジションだったりとか、まあ、ホイルンドだったりとかを取って予算が余ってるっていうことになるんだったら、取りに行ってもいいタレントなのではないかなとは思いますね。はい。まあ、以上4名が、私松野考えている、まあ、控え兼、まあ、センターフォワード、まあ、ホイルンドの、控えというかね、まあ、兼用っていうところで考えてるんですけど、まあ、ホイルンドが来なかったらね、またちょっと考えは変わってくるんですけど、まあ、代役っていうのも変わってくるんですけど、どうですかね、皆さんは誰がいいと思います？マルシャルのまま継続いくっていうのも一つの案だと思うし、まあ、マルシャルが出ていった場合、じゃあ誰を取るんだっていうところで、皆さんもそれぞれ考えてもらえたらいいなと思うんですけど、まあ、もちろん、まあ、皆さんもお分かりだと思うんですけど、その100億超えるような選手っていうのはさすがに控えでは取れないので、現状フリーだったりとか、金額が安かったりとか、まあ、取りやすい選手だったりとかね。まあ、そういったところがベースになってくると思うし、まあ、ホイルンドとの兼ね合い、ホイルンドの個性を考えたときに、彼とはまた違うタイプで仕事ができるタイプっていうのも、考えていくのも一つの考えだと思うんでね。はい。まあ、それぞれ、ちょっと皆さんで考えていってもらえたら嬉しいなというふうに思います。で、それを結果としてね、コメントとかで寄せていただけると嬉しいですね。はい。そして、最後に、ソフィア・アムラバトについても少し触れておきます。アムラバト現状ですね、話し合いは行われてるみたいなんですけど、まあ、具体的なオファーが現状提出されている感じではないですね。大きなメディアだったりとか、ファブリチオ・ロマーノ氏だったりとか、そういった、ジャーナリスト系からあまり大きな報道が出ていないので、まあ、興味は持ってるんでしょうけど、もしかしたら他の選手と、天秤にかけたりしてるのかなと。あとはやっぱり売却がうまく進んでないので、まあ、そこを待ってからっていうことに、まあ、なってるっていうこともあるかなとは思うんですけれども、まあ、やっぱりカゼミロがいなかった時の中盤の強度っていうところを確かに求めたいっていうふうに、もしかしたら
もしかしたらというか多分まあエリク・テンハグとしても考えているんで、まあアムラバトを狙ってるっていうところだと思うんですけど、ただまあ彼に関してはね、まああの、ピッチ外のオフの部分で、先日かな、なんかボートかなんか乗ってて、なんかアトレティコ・マドリードっぽい名前のなんか音楽みたいなのかけてたんで、いやアトレティコに行くんじゃないんかなとか僕ちょっと思ってたんですけど、でもまあ、アトレティコ・マドリードも当然まあ狙ってると思うんだけれども、まあ金額のところとかね、フィオレンティーナが納得する金額出さないとっていうところになると思うんで、まあうまく取れたらいいですけどね。まあ我々のクラブの戦力アップにはなるし、間違いなく彼が来るっていうことになると、もうマクトミネはね、間違いなく出番は失ってしまうことになるんで、まあ来るってことはもうお別れっていうことにはなりますけれども、まあ金額が安ければいいんじゃないかなというふうには思いますね。はい。ということで以上になります。まあまたね、移籍市場の話についてはまたしますし、まあユナイテッドに関しては今プレシーズン行われてるんで、まあその中で見えた課題とかもね、またラジオでお話しすることもあるかと思いますし、まあ若手の選手についてもまたね、お話ししようと思ってるんで、また、ラジオの方お越しください。はい。では最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。